はい、こんにちは、タイハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらのね、ハローカーボと X シリーズ合体いきたいなと思います。はい、動画的にはね、こちらのストーム X、 そしてダンディアンビュランス、そしてフロンパトカー、スカイスワットで、エースレスキューね、それぞれね、単体の変形のね、ロボの動画はやったんですけども、今回は合体ということでね、まあ6本目の動画となります。まあ、単体でね、ビークルからロボになって、それでさらにね、5体合体するっていうので、かなりね、魅力的な感じのロボです。はい、でちなみにね、パッケージの後ろを見ると、まあ、こちらにね、5体のロボが書いてあって、合体するとペンタストーム X、 はい、嵐ですよね、ペンタストーム X ってなわけでね、いきたいと思いますけれども、合体はビークルモードからいきますのでね、1台ずつ戻していきましょう。はい、まずはね、ストーム X からいきましょう。まあ、ロボからの方が合体準備は簡単だと思うんですけどね、まあ、この状態からいきましょう。はい、このパネルを開きます。で、こっちも開いて、で、分離。そう、やっぱりこれ何度遊んでもね、硬いよね。はい、で途中まではね、ほんとロボと同じなんですけど、やっぱ硬いね。ほんと手の力が鍛えられる。はい、でこの状態でつま先はね、このままです。で、左右分離。はい、で、タイヤを収納してここで広げる。はい、で、ストーム X のロボの時はここ回転させて、まあ、こういう動きだったんですけど、全部合体させる時は、はい、この位置です。そして腕を下げます。お次はパトカーなんですけども、ロボモードと同じように、両サイドをまず開いて、開いたらね、ちょっと反対から見た方が分かりやすいかな。開いて下まで行きます。ググッとで、クリックは2個分。はい、2回カチカチ言ったんだよね。で、そうするとね、ここのね、黒いところと、ここを合わせて止めます。で、反対側もそう、2個分で止める。はい、そしてね、ここロボットモードの時は使わなかったんだけど、これを展開して開く。はい、でさらにね、今度はね、これロボの時は手になるので、これがね、指になります。はい、これで合体準備の完了。はい、お次はスワットです。このね、ミサイルの砲台、これはね、取り外します。でパトカー同様に、両サイド開きます。ちょっとパネルでね、ロックされてるので、ロックを外して開いて、でこれもね、ググッと後ろに。はい、そして同じく2クリック。そうするとここの凸とここのへこみが合うので、これで、はい、止めます。そして裏側、ここのカバーを一度開いて、この銀のパーツを展開。そして、ここのね、指パーツを出して、合体準備の完了です。はい、お次は消防車です。ドア部分を開いて、これを前に、こういう変形です。はい、で続いてね、このね、フロントの窓、窓の部分を一度前に、はい、ずらして、今度はね、こっから屋根を展開。そう、パカッと展開したら、また屋根を戻す。屋根じゃないや、この窓を戻します。はい、これで合体準備の完了です。はい、ラストは救急車。屋根を取り外して、このカバーを一度展開。で、パネルを前に向けて閉じます。で、このね、窓の部分を一度前にスライド。そしてこっからガバッと、はい、屋根を展開した状態で再び窓を戻して止める。これで合体準備の完了です。で、ストーム X の足合体なんですけれども、このね、つま先の先頭が、これがね、ジョイントになってます。で、この屋根を開いた、救急車と消防車の奥にもね、ジョイントの受けがあるので、ここで合体。で、この2つを合体。はい、続いてね、消防車も合体。で、合体させたら、それぞれのね、屋根と足をさらに合体。これで保持力が高まりますよね。そして腕。
はい、パトカーのここのジョイントとここのジョイントを合体させるんですが、これもまたねすんごく硬いです。頑張る。はい、で止めたらね、今度はこの銀色のパーツでさらに押さえ込む。そしてスワット、ここのジョイントとここのジョイント合わせて止める。でここもね硬いので頑張る。指の力を鍛える、いいところ、よし来た。でこの銀色のパーツで押さえ込む。そう、さっきね反対側ちょっと見れなかったんですけど、こういう形状になってます。ここで止めてバチンって止めて、両サイドで挟んで止めるから保持力はもうバッチリで、腰の両脇にこのスワットについてたこのミサイルランチャー、これを合体。ここはねバチっていうジョイントじゃなくて、ちょっとグニョっていう感じ、これをね押し込んで止めると。はい、続いてウィングを展開して運転席を展開します。はい、そしてね救急車の屋根は、ロボットモードのねウィングと同じように変形させます。この銀の部分を開いて、ここを開く。はい、そしてこれですね、これを合体させれば武器の完成、斧になります。めっちゃこれねいい武器、楽しい、この動きがいいよね。でパトカーのこの手のひらに切り込みがあるので、ここのね突起の部分を合わせて、はい、親指を押さえてあげればペンタストーム X の完成です。はい、ペンタストーム X 完成ですけど、何これ、すっごいでかいんだけど、今ねカメラめちゃくちゃ引きで撮ってます。でこれね重量どれぐらいあるんだろう、この測りだとね乗っかりきれないんだよね。測りの上に箱乗っけて、その上に立たせてみようか。はい、今 0g で、で箱の重さを引いた0、今これが0、ちょっと見えないな。でこの上にペンタストーム X、 エラーになってる。これね 2kg まで測れるんですけど、もうエラーの画面だから確実に 2kg 超え。後でちょっとね単体のロボの重さ測って計算して字幕で入れます。ただねもう2キロ超えの大型ロボ、めちゃくちゃでかいです。これはね今すごい、今引きで撮ってるんだけど、ちょっと近づけようか。めちゃくちゃでかいよこれ。そう、でもここまで合体するとね可動はないかと思いきや、多少はねやっぱりこのロボの、そう、腕の関節だったり、ここの肩の付け根、ここだったり、回転だったりで保持はしてる。なんだろう、この単体ストーム X 単体だとちょっとジョイントがねめちゃくちゃ硬かったけど、ここまでくっつくと程よい感じというか、なんというか、もうほんとなんかねゴテゴテにくっつきました的な合体がねたまんないし、でかい。でどんだけでかいかっていうのは、ちょっとまた引いてカメラを引きましょう。鬼退治、はい比べるとこういうイメージです。なのでかなり大きいかなっていうのは伝わると思うんですけど、とにかく重たい。すんげえ重たいこれ。でさらに言うと、これでハイキックできんのかな単体ロボット時はねみんなでハイキックやったんだけど、これでハイキックとかいけんのかな。あーちょっともう腕が曲がっちゃうな、グニっていっちゃうな。でもこれいけそうな気する。おお、重てでけえ、でも楽しい。あーもうちょい行きたいあ、でもこれもう限界か、ここ。おお、来た。もうちょい後ろに行ける？倒れない？大丈夫？おお、来た。すげえ。足の裏からのハイキック。
すっげえこれ保持してるんだもん5体のロボがビークルからロボに単体でロボになってさらに合体してこれになってこの保持力たまらん。まあ、今日一日休みだったからねこのロボで遊びながらね動画撮ってるんだけどストーム X のねジョイントの硬さだけでも手のひらがめちゃくちゃ痛えとか思ってたんだけどここまで合体して保持するためだったらそりゃもうしょうがないね。いやこのガリガリゴリゴリはたまんない。硬い、よし来た止まった。でここのね腰なんだけど今ねこれ前にしてんだけど後ろでもいいのかな。こういう風に今どうなってる、こうか、あこれなんか変だな、うん、ちょっと今モニターも見れない状態で動かしてるからね。いやこれでもすごいな。うちの股関節、あこれでいいのか。いやでっかでかい、でかいしね動くし。ただやっぱこれねこのロボが丸々くっついちゃってるからここのヒンジがちょっと重さでぐにょっとなっちゃうな。あとこのロール軸これもちょっと勝手にくにゃってなっちゃうけど、いやここまでね単体ロボから合体っていうのはもういいね、うん、でこのね、救急車と消防車のこのなんだろう、ストーム X との合体がめちゃくちゃ硬かったんだけど納得、ここまで硬かったら保持するわ。いやポロリないっていうのがすんげえし、これはいいやたまんないなこれ。これ肩の上にもね穴があるからミサイルランチャーはねつきますね。これすげえ嬉しい。そう腰だけかなと思いきやねここにもつく。これ何の穴だろうなと思ったらねしっかりとついた。腰は細いけども肩にミサイルランチャー、これはもう傑作だな。でちなみにこれ頭部はちょっとしまおうか、トラックの運転席なんだけどこれをくるっと いけるか、はい、くるっとしてみましょう。くるっとくるっとして腕を、お、これもこれでいいな。で、ペンタストーム X のストーム X の顔とボディバージョン、こっちもこっちでいい。いやいじるだけでも本当に今汗だくなんだけど満足感は半端ないねこれね。なんかね本当なおもちゃで遊んでて楽しいっていうのはマジでこれはあるね。多分これ現地のねお子ちゃま買ってもらってもゴリゴリガリガリ手痛くなりながら遊んでての満足感は半端ないんじゃないかな。いやーおお硬いでもそれがいい。まあ、ちょっとやっぱここのねスワットのふにゃりが気になるけどそれ以外はもう文句なしだね。はい、まあそんなわけでね今回の動画はペンタストーム X の合体でした。まあ単体ロボのね、変形とかの動画はまたね別でアップしてまして、まあ、動画の下の、概要欄もしくは上の、ここら辺のねリンクとあとエンディングから飛べますのでねぜひともチェックをお願いします。いやーペンタストーム X すごいわ。いやーまあそんなわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。でかいロボはいいことだ。まあほんとこいつで遊んでるとねほんと汗だくになるんだけど心地よい汗だねいやほんとに、うんね、国産ロボの鬼退陣と韓国ロボのペンタストーム X、 うーんやっぱでかいロボっていいよ、うん、満足感が半端ない。そんなわけで以上トヤッピーでした。ご視聴ありがとうございました。でかいです。